こんにちは、ケイソウです。今回は紅乙女という椿の描き方をお届けします。水を使った面白い方法ですので、最後までゆっくりご覧ください。これが紅乙女という椿の品種ですね。使う絵の具は吉祥の顔彩24色中8色です。あと絵皿と硯と墨、そして付けた手筆、作用筆、面相筆、筆ペンを使いました。こうした筆の種類や特徴については詳しくブログで掲載しています。説明欄にリンクを貼っておきますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。まず墨を吸っていきます。硯に少量の墨を落として、墨をゆっくり丁寧に円を描くように吸っていきます。まず絵皿に墨を取って、面相筆でお花の輪郭を描いていきましょう。紅乙女の花びらはたくさんあるので、一見難しそうに見えますが、実は簡単です。中心となる花びらの位置を決めたら、あとは順々に外に向かって1枚ずつ花びらを増やしていけばいいんです。この時に1枚1枚の花びらに太陽の光がしっかり当たるように、互い違いに配列させていきます。簡単ですね。またこの写真をご覧ください。花びらの真ん中が少しくぼんでいて、ハート型みたいに見えますね。下絵もこのように描いていきましょう。またお花が立体的に見えるように、花びらの大きさに注意をします。中心から外に向かって徐々に花びらを大きくしていき、そして一番外側はまた花びらを小さく戻していきます。そして全体に球形になるように描いていきましょう。次に茎を描いていきます。そして葉っぱです。葉っぱは先に葉柄と葉脈を描いておくと描きやすいですね。椿の葉っぱは外側が少しギザギザしています。これも描いておきましょう。墨がよく乾いたら、お花の部分にだけ作用筆で水を塗ります。余分な水は拭き取ってくださいね。付けた手筆に持ち替えて、絵皿の中に円字を取っていきます。少し水分を入れて、このぐらいの濃度に整えて筆に吸わせていきます。このように筆をまっすぐ立てて前後に揺すっていると、絵の具が筆の中に吸収されていきます。十分に筆になじませたら、絵皿の縁で少しだけ水分を取り、筆先に濃い円珠を取ります。筆先をお花の中心に置いたら、少し寝かせて、このようにはがきを回しながら円を描くようにして塗っていきます。先ほどお花を濡らしてあるので、絵の具がふわっと広がって、お花の中で綺麗なグラデーションができますね。そして塗りきれなかった外側の花びらは薄い色で塗っておきます。絵の具は乾くとかなり薄まります。なので今のうちに花びらの影を入れるつもりで、円珠を濃い円珠を足して、少しお花に変化をつけていきましょう。次に胡粉を絵皿にとって、お花の外側の花びらに塗っていきます。次に水だけを含ませた作用筆でぼかしながらなじませていきます。
続いて葉っぱを塗るために青草を絵皿に取ります。少し水分多めの薄めに調整してください。葉っぱを塗っていきます。薄めに調整した色でまず葉っぱを塗り、その絵の具が乾かないうちに本藍を取って葉っぱに垂らし込んでいきます。同様に下の葉っぱもまず薄めに取った青草を塗り、その絵の具が乾かないうちに本藍を落としていってください。この技法のことを垂らし込みと言います。多めに含まれた水分の中で絵の具が踊って面白い効果が生まれますね。この垂らし込みについてもリンクを貼っておきますのでご覧ください。次に黄土、クリカーチャ、そして墨を絵皿の中で混色して茎を塗っていきます。この茎も垂らし込みで薄めに塗ったら、その後墨を落としていきます。続いて面相筆に持ち替えて絵皿に花白緑と胡粉を取って混色していきます。この色で葉っぱの葉脈を塗ります。続いて筆ペンで文字を書いていきます。この紅乙女の魅力は椿本来の美しさに加えて、丹精込めて育てた人の真心が加わってさらに美しくなったんではないかと思い、こういった文章を添えてみました。印を押したら完成です。この動画がお役に立ちましたら、ぜひご登録をお願いします。ブログ爽やか墨彩画教室では、この YouTube で語りきれなかった画材情報や描き方のコツ、そして文章に込められた意味など様々な情報を掲載しています。説明欄にリンクを貼っておきますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。